報告します。早くも調査員が一人。分かってる。例のイレギュラーハンターに倒されたのだろう。未だにいつ作られたかもわからないオールドロボットに勝てないのか。アイゾックよ、しばらくあのハンターを監視してくれ。は、仰せのままに。それよりあの実験はどうだ。成果は出ているか。すべては順調に絶大な効果が出ております。 99.98% の確率でレプリロイドを陥れています。素晴らしい発明ですな。しかしハイマックスをもってすれば今すぐにでも地球上に存在する全てのレプリロイドを抑えることが可能です。現にあのイレギュラーハンターですらかなわなかったのですから。ダメだ、もうしばらく実験を行いたい。引き続きデータの収集に当たってくれ。かしこまりました。ところでお前の探し物は見つかったのか。おそらくこの世には存在しないと思うが。いやー、そんなはずはありません。私は見たのです。それに奴はあのぐらいのことで死んでしまうようなランクの低いレプリロイドではありません。 X といい、確かにしぶとい奴らだからな。生きてるかもしれないが可能性は低いだろう。必ずや見つけ出してまいります。僕にとってはどうでもいいことだ。お前の好きにするがいい。僕にはゼロの本体など必要ないからな。とにかく例の実験と X の監視だけはしっかり頼むぞ。は。
ちょっといない間に俺も落ちたもんだ。こんなおもちゃと一緒、にされると。ゼロ、ゼロ、生きていたんだね。X だって生きてるじゃないか。大体シグマごときにやられてたまるか。探したんだ。データ反応もパーツも。何も見つからなかったから。だから心配かけたようだな。ダメージが完全に回復するまで身を隠していたんだ。その間にこのおもちゃが世間を騒がせてしまったようだな。さあ、感動の再会はここまでだ。ナイトメアを何とかしないと本当に取り返しのつかないことになるぞ。今レプリロイドが全滅すれば復興作業ができなくなる。そうなれば人類、いや地球そのものが危うくなる。行くぜ X、 ナイトメアをぶっ潰してやろう。ああ、今はみんなが力を合わせないといけない時なのに。俺は絶対に許さない。行こうゼロ。